ビーガン歴5年になりましたアメリカ在住のみさきです。今回も1日の食事と摂れた栄養素をすべてお見せいたします。おはようございます。朝はまず 500ml ぐらい飲みます。この水筒は1リットル入ってるので、まあ、大体半分くらいまでです。はい、じゃあ今から少し運動してきます。朝ごはんはその後です。朝は大抵抹茶ミルクから始まります。ビタミン D3 とビタミン B12 のサプリはきちんと取っています。ビタミン D3 のサプリはこの液体が中に入っているものです。最近フローザーが壊れてしまったのでウィスカーで作っています。ちょっと日本語がわからないはい、抹茶ミルクできました。ラテにするとねふわふわになるのでいいんですけど、フローザーがなくなっちゃったのでウィスカーでもまあまあ混ぜられますよ。そして朝は勉強用の本を一応読むんですけど、最近は経済は世界史に学べっていう本を読んでます。まあちょっと朝読書しながら抹茶飲んでますね。Oh no, wait. I think I'm drinking yours. 間違えて夫に作った分を自分で飲んでたみたいなのでちゃんと自分のに変更して飲んでます。はい、そして今度はアップルサイダービネガージンジャーティーっていうのを作ってます。まあ、リンゴ酢とジンジャーは日本語は生姜、リンゴ酢と生姜のドリンクです。体が温まりますし、女性は生理前とか生理中に飲むと生理痛が和らいでいいですよ。ほかほかドリンクの出来上がりです。こんな感じで美味しそうにできました。朝の飲み物は抹茶ミルクと生姜とリンゴ酢のお茶のみだったので、摂れた栄養素をささっとお見せします。どうぞ。最近ランニングマシンを買いまして、お仕事を立って歩きながらできるようになりました。なので時間を半分こして夫と一緒に使ってます。はい、そしてブランチはチョコレートスムージーと納豆アボカド丼です。これがもう大好きですっごく美味しくて変えられないんですよね。What I eat in a day っていろんなものをお見せするべきなのかなと思うんですけど、何食べようかなって思ったらやっぱこれが食べたくなっちゃうんですよね。栄養価も高いですし、いいんじゃないでしょうか。はい、そしてニューチューショナルイースト入れてますね。これがチーズ風味を出しますし、ビタミン B 群もたくさん入ってます。そしてこちらは手作りの、納豆のタレです。ソースって言おうとしちゃった。アメリカですね。はい、そしてこれがチョコレートグリーンスムージー。緑とね、茶色でね混ざってこういう変な色になっちゃうんですけど、味はチョコレートなんだろうチョコレートミルクって感じで美味しいですよ。ランチの時間になりまして、アボカド納豆チーズ丼を作ってきました。それからこっちはいつものグリーンスムージーを作ってきました。これにはいろいろ入ってます。本は好きでだいたい 2,3 冊ぐらい常に読んでるんですけど、物語系の本も読んでいて、今は The Fellowship of the Ringの Lord of the Rings の1巻目を読んでます。ホビットは読み終わりましたじゃあいただきます。はい、そしてブランチの栄養価はこちらになります。ささっとお見せします。どうぞ。今お仕事の休憩中です。1日に2本これを飲むようにしてるんですが、これ1本で1リットルです。ちょうど今1本目を飲み終わって2本目に突入したところです。はい、お仕事頑張ります。はい、夜ご飯の時間になりました。今日はまずは野菜スープと最近ハマっているさつまいもを食べます。で、多分Does it smell like anything? A little bit. はい、さつまいも、はい、食べます。多分これだけじゃないので、これ食べた後のお腹の空き具合によってまた何かつまむと思います。さよなら。バイバイ。I froze like.
夜ご飯2段目、このプロテインパスタを食べます。あ、あとグレープも食べます。美味しいですか？はい、いいよ。このプロテインパスタは、このパスタがチックピーで作られてるんです。チックピーっていうのはひよこ豆から作られています。なのでプロテインがたっぷり入っています。この中には手作りで作ったソースとケール、プラントからできているお肉と、あとピーズ、 I don't know how to say it in Japanese. I can't really explain it. So peas, peas, no, peas, corn, carrots, veggie crumble, kale, and green beans. あとソースはタヒニから作ってます。じゃあね、バイバイ。バイバイ。はい、ということでこの日のディナーはスイートポテト、ベジタブルスープ、プロテインパスタとグレープでした。栄養価をお見せしますのでご覧ください。はい、それではお待ちかね、お待ちかね、今日一日で摂れた全ての栄養素をお見せします。この日は1686キロカロリー食べたようです。まずはビタミンから見ていきましょう。全部取れてますね。ビタミン D は先ほどお話ししました通りサプリメントで取っています。ビタミン D はビタミンというよりはホルモンでして、私たちが日光に当たると体の中で生成されるホルモンです。なのであまりお外に出ない方とか日焼け止めをたっぷり塗る方はビタミン D はサプリで取った方がいいかなと思います。ビーガン、ビーガンじゃない関係ないですよ。続きましてミネラルです。こちらも全部取れてますね。アイオダインっていうのは要素のことなんですけれど、このアプリがですね、要素の情報が少なくて 0% って出ちゃうんですけれど、私はわかめのお味噌汁を飲んだりしているので大丈夫かなとは思います。1週間で取れてれば OK です。で、セレニウム、これはセレンですが、こちらも週に1回ブラジルナッツを1粒食べればカバーできる量です。私はこの日は食べなかったですけど、だいたい週末に食べてます。はい、次はカーボハイドレーツ、炭水化物とリピッツ、脂質です。カーボハイドレーツの下にあるファイバーっていうのが食物繊維ですが、日本人の平均食物繊維摂取量は 14g、 アメリカ人の平均食物繊維摂取量は 15g ですので、それの4倍以上取れています。今日は 66g でございました。そしてリピッツ、このファットのところが赤くなっているのは、これはマクロニュートリエンツのバランスを見ている人たちが気にするところですが、私は特にあまり気にしていないので赤くなっていますが、まあ大丈夫です。そしてオメガ3 and オメガ6、これもレシオ、バランスがとても大事ですが、とてもいいと思います。はい、続きましてプロテインです。これ全部ヒサミノ酸取れてますね。この上の部分 94% になっているんですが、これはまたマクロニュートリエンツを気にする方々が見ているところなので、私は特に気にしていません。1日に必要なプロテインの量は体重 ×0.8g ですので、私の場合はだいたい 47kg ×0.8 で 37.6g になりますので、だいぶ取れてますね。 37.6 以上全然取れてます。ちなみに人間の体がタンパク質を筋肉に変換できる限界の数値というのは体重 ×1.2g ですので、私の場合は 47×1.2 イコール 56.4g ということで、その体が筋肉に変換できる以上のタンパク質を摂っていることになります。ヴィーガンの食生活でもタンパク質は本当に簡単に摂れますので、皆さんもよければ試してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。自分がどんな栄養素が摂れているか気になる方は、私が使っているクロノメターというアプリをおすすめします。どんなバイタミンやミネラルがどんな働きがあるのかっていうことも教えてくれるので、とっても勉強になりますし面白いですよ。ではこの動画が面白かったなと思ったら、ぜひグッドボタンをお願いいたします。このチャンネルではビーガン栄養学や海外の菜食と健康についての研究について情報をお届けしておりますので、そんな情報が欲しいなという方はぜひチャンネル登録とベルボタンのクリックをお願いいたします。何かビーガンについてのご質問や動画のご感想がありましたら、ぜひコメント欄でお話ししましょう。こんな動画作ってほしいよなどのご意見もありましたらお待ちしております。それでは今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。素敵な一日になりますように。 Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next video. Have a happy day. Bye.